皆さんこんにちは、オリエンタルマシーンです。本日の作業を始めます。本日は前回リアサスを K ワークスの純正に交換したわけなんですけれども、これでここがこのぐらいですね、原骨一つ分ぐらい上がって、乗り心地はノーマルサスなので改善されたんですけど、やっぱりちょっと私としては見た目優先っていうこともあって、もう一度サスをカットしちゃおうかなと思ってます。それでは始めます。これがもう外れちゃえば終わりなんだけど、外れるわけないよね。外れるかもしれない。外れた。コンプレッサーなしで外れちゃいました。こちらも行くかな。じゃあよし、外れました。それでここを下げてですね、下げた状態で寸法を測ります。ここが26センチ、26ですね。一応念のためこちらも測ります。26、25センチぐらい。よし、それでこれを今、これが20、あれ、うん、またこれもしかしたらやっちゃった。 25.5、切れないじゃん。ダウンサスにするぐらいしかできないじゃん。切れないんだ。やっぱダウンサスにしないとダメなんだ。違う、これだ。これを、ダウンサスっていうのは研究し尽くされてるんでしょうね。よし、降りた。よし、これで入るでしょう。きっと入っちゃえばもうそれでいいんだから。よいしょ、入る、楽に入る。よし、うんうん、やっぱそうするとダウンサス買いますか。エスペリアか RSR か。よし、いいですよ、これで。で、これを上げて、上げていって、リアサスじゃなくて、リアショックの穴に当たれば OK。よいしょ、よし、待ったね。それで、こちら、よいしょ、こちら、ちょっとめんどくさい。さが見えないね。あ、入った、入った。よし、よし。よし、これで、よし、これで終わりじゃないですか、今日は。いや、よし、しょうがないね、こういう時もありますよ。全然大丈夫だ。よし。で、あれ？
ダメじゃん、下ついちゃってんじゃん。こんなような作業をして結局復旧させただけで今日の作業は終わりましたが、ノーマルのサスはカットできないギアについてはですね、カットできないということが分かりましたので、これはこれで今日はよしといたしました。それでは本日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。失礼します。